に封じられた九尾の狐は退屈を持て余していた。ここには鏡像しかおらず、彼女の糧となる負の心は生まれない。それならばと九尾の狐は鉄錆を思いつく。鏡像たちの世界をかき回し、その果てに九尾の狐は自らの尾を用いてオロチの似姿を。モサイ、強者よ。我絶対の破壊者なり。所詮偽物とはいえ、ようできておる。魔王を操るも、さりとてこの世界にはわらわの糧がない。術を自在に、人や仙人の胸像をいたぶるはただの鉄すさび。お、我が意に従うしもべがおればの、誰ぞふさ。Yeah!
人に妬まれ恨まれておろう。なんとも良い匂いが漂っておるわ。私を食おうというならやめておくことだけど、おそらくまずい。なかなかに面白げなやつ。聞かざるを得ぬか。まずまずの座興であったわ。我がしもべにふさわしき者もいたようじゃ。ひとときの勝利など、たわいなき。で、なぜ私を生かしてあるのだ。まあ聞くがよい。わらわには面白き企てがあってのう。そちにも。それに、この狐の姉ちゃんはぜえ。お宝だっていただき放題に違い。この者からは奇跡の力を感じる。なん、うん、確かに九尾の力はそこが知れぬ。案外天下よかろう。私も共に行かせて。何を特進したのか知らぬ。さあついてまいれ。わらわに従うも。わらわの力。Come on, fuck.